なんか、君よ、何の。僕はカビアもいもと、わ、いろん。じゃあ、もう僕も同じです。あっ見えますか？かわいいかわいいと思う。そんなことないです。ちなみに、韓国語は、チョグマン。男3人が今待ってますよ、マミちゃんのために。ありがとうございます。じゃあもう早速いきますよ。はい、めっちゃ緊張しますね。あマミさん、はい、見てください、はい、こんばんは。あにょ、あにょ、はじめまして。はじめまして。자기소개를할게요。はい、김태영씨。じゃあ、私は김태영と申します。32歳です。マミちゃんと同じ年です。マミさんと誕生日と同じです。運命じゃないですか？あ、私は日本語は上手じゃないけど、よろしくお願いします。あ、見えよ、見えよ。あ、すごい。私は会社を創業してから5年ほどになりました。すごい。こんにちは、저는마미입니다。한국너무좋아해요。너무너무좋아해요。자주한국에서여행가고있었어요。頑張れよ。じゃあ韓国大好きです。あ、私は日本も好きです。あ、ほんまですか？日本旅行行ったことがあります。日本語を学んでいくと、もっと楽しいと思います。ね、うちらが楽しい思う。いや、なんでどういうこと？じゃあ、김태영씨が一旦질문시작해주세요。公園を見ることが好きですか？はい、좋아해요。好きですか？あ、좋아합니까？あ、俺も。連戦公園を準備しました。ええ。ちょっと待ってください。はい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 。何これ？何この糸？何この糸？怖いもん、怖いね、この糸。本気やん。なんか、なんかよく聞こえる？聞こえる。聞こえる。あ、やば。あ、頑張りました。頑張りますよ。あ、この。ノレハプシダ。君よ、何も心配しないで。日本語？一緒に。歌いましょう。はい。君の痛い記憶すべて忘れます。君の胸に深く埋めてしまって、過ぎ去ったことは。後悔なしに愛したと言ってください。後悔なしに愛したと言ってください。いやいやいや、素晴らしい。何してんの？ここまで用意して。あ、ありがとうございます。心が温かくなりました。はい。ね、そうです。感動へっそよ。感動。あ、しんちゃん、本当。ね、しんちゃんよ。あ、감사합니다。いや、かっこいい。もう素敵、結構。全然チンコじゃないで。次、ソゲティンへ配られることなの。プログラム。あ、プログラムやがじご。キムさんは何が好きなんですか？ちょ、大きくない？質問。日本の謙遜。あ、謙遜。あ、진짜예요。日本사람들엄청잘해줘가지고。나도한국사람이좋아요。お、何もう終わり。終わり。もう둘이이연결？韓国の韓国남자에대한뭔가めっちゃ親切で、レイファースト。あ、レイディファースト。私レイジファースト。レイディファーストね。どういう女性の方とかだったら彼女にしたいなとか思うのかなと。明るい人が好きです。エナジェティック。一緒にいたら気分が良くなります。あっという間ですね。マジマカンマディシ。お、じゃあ、こちゃんなのが全然しゃべれない。めっちゃ緊張した。私が何を喋ることがわからない。もう歌で十分。君よ、何も心配。機会が良くなると、いつか会いたい。おお。マミちゃんどうすんの？じゃあマミちゃんどうすんの？あなた。金天音さん、今日時間を作ってくださって、あえてめちゃめちゃ嬉しかったです。もっと
いろいろ話したいなと思いました。おすごい。もう終わりこれで。이렇게오늘2人めっちゃいい感じだったから자김태영씨오늘이렇게참가해주셔서너무감사하고요일단은김태영씨는나가주시면되시고 그럼감사합니다김태영씨네 긴장しましたよね大丈夫ですか めっちゃ緊張します 이야 今もしてます오 대박인데요 니가 좋아하면 어떡해 자 마미상はい、見てください。はい。緊張するよ。すいません。マミさん、먼저자기소개할게요。じゃあ。안녕하세요。저는마미입니다。안녕하세요。안녕하세요。반갑습니다。아、반갑습니다。나이는 31? 한국너무좋아하니까한국사람들이이야기하고싶어요。はじめまして、僕はジョン・ジウォンと申します。年は同じで31。本当よ。はい。仕事は今、自動車の研究をしています。バン頑張れ。할수있습니다。ジョン씨、정신차려、빨리정신차리라고。얘기해야될지모르겠어요。マミさん。はい。韓国のどんなものが好きですか음식。食べ物で。아食べ物以外はないです。どんな食べ物が？チムタク、チムタク、チムタク。今回この企画に応募してみようかなと思った理由はもうええよ。日本が好きで、日本の文化とか雰囲気好きです。頑張って頑張って。유카상도승장로팬다시유저씨아우멋있어남자야영구원이고뭐돈도많으시고뭐이거뭐일단은잘어필이된것같긴한데자스키데스이마신데이르포토가도코가나칸사이데스소데스소데스지방아빵頑張って頑張ってだからちょっとマミさんサトリルスキー조금쓰시죠부산느낌만약에일본여자친구가생긴다면일본에가서살생각도있으신가요고맙다나고맙다고맙다나지금은그러고싶어요아직나이가젊으니까자마미짱와もちろん彼氏のためになんか寝るときなんか歌ってあげたりとか歌わないの作ってあげたいです日本料理最後の質問ですよみなちゃんあまみちゃんみな名前ちゃいますこう理想とタイプの女性ってどういう方ですかもちろんもう顔もキレイこれ何これ얼굴이이쁘면좋지만하늘씨가질질히또가스키대알아이포인트볼까하나씨아이또가스키다때마미짱하나씨아에서하나씨아에따이ですね지원상노마지막질문중요한거뭐아무거나뭐다해도돼요뭐몇컵이에요뭐이런것도뭐이런거자아무거나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 보컴오나지됐어아こいつ乗っかってきたぞ남자어떤취향인지明るい人だったりとかチャレンジするのが好きな人食事を一緒にこう楽しく食べれる人がいいなと思います아무래도식사가중요하신분같네요식사 짧은시간이지만랜선으로라도봐서되게좋았고여기서뭔가특별한인연이안되더라도친구로서라도아니면연락이라도하면좋을것같다는생각입니다私も同じで本間は会えて話ができたりするのが一番もっとこう楽しいんだろうなと思ったんですけど私が相手で楽しんでくれたかちょっとわからないんですけどいい時間を過ごしてくださってたらいいなと思います今日はありがとうございましたありがとうございます네일단오늘너무참가해주셔서너무감사하고좋은친구를만난것같아서일단뿌듯합니다 、네、자뭐몇컵이에요뭐이런것도뭐볶음오나지です次の人ですよ次の人오정규씨일본어되시죠조금예아된다된다맞아맞아진짜素晴らしい마미짱이조금돼서조금돼진짜그래서이해해주시고와라우나와라우나나타아도저하이안녕하세요안녕하세요뵙겠습니다
알겠습니다. 지코 쇼카요. 하지 말입니다. 네. 하이. 初めまして、トンジュングと申します。26歳でソウルに住んでいます。あ、ソウル。今ちょっと緊張していますから、仲良くなると積極的になります。よろしくお願いします。なんか可愛いね。めっちゃ可愛い。すごいなんていうか、でもヨーロッパ嘘だね。ヨーロッパ。まあ、気にしなくていいの。저는마미입니다。한국아너무좋아하니까楽しい話ができたらいいなと思っています。では부탁합니다。韓国人の彼氏ができたら、韓国で一番したいことはありますか？マッチブック出てほしい。はい。で、美味しいものを買って、もごしっぽよ。私も同じです。ああ、ちょっとよ。はい。日本人の彼女ができたら、日本の美味しいお店に一緒に行きたいです。案内へよ。案内へよ。はい、案内します。はい。はい。俺も案内するわ。私も。俺も案内するわ。私も案内して。まあ、日本人の彼女ができたら、韓国でどこに、こう連れて行ってあげたいですか？ロッテオで知っていますか？そこが日本人にも韓国人にもなんか人気がたくさんありますから、一緒に行きたいです。俺も私も行ったことないので、クングメ、私も2回だけ。あ、それ言わんでいいのに。好きなこう食べ物？私が食べ物本当に本当に好きですから。うーん、食事が重要な分だね。マミちゃんはどういう男が好きですか？ほんまに食べるのが好きな人が。食事が重要な分だね。すごい楽しい時間を一緒に過ごせるのがいいなと思ってて。やばい、そういう方が。やばい。何がやばいの？私ですね。おお、お前男かい。やるじゃん、お前。やるやんか。26歳が。なんか、こういう雰囲気、久々だからさ、すごい好き。あの、なんていうの、テリマンジョ？そう。うちらのためにこのコンテンツやってんだからね。かもしれないです。韓国に行けたことはありますか？ソウル。ああ。はあ？ミョンドン。カロスキル。高速バスターミナル。まあ、そこ買い物は、そう、バス好きだからね。バスめっちゃ好きだったら、まあ行くかもね。じゃあ、ジョングちゃんは結構日本に行くから、確かに。コロナがもしね、良くなってさ、2月、あのワクチン、先に打ってみて、よかったらちょっと教えてくれって、なんか銀行か分かんないけど。日本に住んでもいいなと思ってますか？韓国でも日本でもいいと思います、私は。韓国に住みたいです。ジョングさんの彼女が年上とかっていうのはどうなのかなとは気になりました。만약에마미짱이여자친구가된다면나마미짱나이친놈아私は恋愛に年齢は関係ないです。チョンギュさんの質問？チョンギュさん考えたか分かんないけどね、今。ちょっと時間あげようか？歌おうかなと思ってさ。そう。何がめっちゃマジ。君よ、何も心配。レンカーの人は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。でも、年齢は年下でも、ちょっと頑張ってリードしてくれたら嬉しいなって思います。年は関係なく、リーダーシップある男。はい。強い男。いや、強いまで言ってない。いや、そういうことやろ。お前ら女の子たちらさ。もっと言ってもいいですよ。みなちゃん。なんでみなこんな好きかな、俺、みなちゃん。みんな大好き。その、年上の彼女がいたこととか。恋愛の経験があんまりないです。本当に最後に何でもいいんですよ。最後に二人とも一言を。はい、なんか、すんちゃん妹よりかっこいいとか言ってもいいし。じゃあ、ジョンギュちゃんちょっと考える時間あげようか。ちょっと今、グラグラだから、もうどうぞ。君よ、何も心配。マミさんが、ちょっと、まあ、経歴あるから、じゃあ。ジョンギュさん、今日はお時間いただいてありがとうございました。なんか、美味しいマッチ部とか、まあ、韓国に行けるようになったら、案内してもらえると嬉しいなって思います。当たり前です。はい、当たり前やろ。いらっしゃいませやろ。今日本当に楽しかったです。初めてからずっと緊張していましたから、何の話したか今よく覚えてないですけど、マミさんと私は共通点があるって
一緒に美味しいお店に行ったらいいなって思いました。うん、食事が重要な分だね。俺も行きたいね。ね、たかんまり行きたいね、みんなで。たかんまりか。あの、チョンギョちゃん、マミ、ミナちゃん、マミちゃん、本当に参加してくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。私で良かったのかなっていうのはめっちゃ思ってたんですけど、いや、もう感謝してます。マミさんは3人の中で連絡、うん、したいなっていう方とかって、うんうん、最後のチョンギュさん、うんうん、チョンギュ君いいなとは思ったんですけど、ちょっとこう最初の方も君よ何も心配ちょっと悩みますねチョンギュ君思いました。あ、じゃあチョンギュちゃんかワンピックだと、はい、じゃあチョンギュちゃんおめでとう。じゃあちょっと待ってね。じゃあでもそうそうそう、え、早くやんなきゃ。あ、チョンギュ씨、あ、지금생각해봤어요。で、ね、じゃあマミちゃんおめでとうございます。じゃあ今回の国際連鎖ソゲティ、成功。いや本当になんか可愛い、ナイスナイス、可愛いですね。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ゆっくりお風呂入って休んでください。ありがとうございます。また楽しい動画を期待してます。はい。